皆さんこんにちは。フットボールチャンネルの F ちゃん TV MC の小島真子です。私が情熱に身を委ねるあまり時間を奪ってしまっている子どもたちへ、私が今のような男になるための助力となってくれた両親へ、この数年間私の成長を義務付け、また学ぶ機会も与えてくれた選手たちへ、人生にも似たこの競技の価値をその背中で語ってくれた私の師たちへ、日々私のそばに寄り添い一緒に夢を追い続けてくれる人たちへ、新たなる挑戦の創造検討の助けとなってくれる協力者たちへ、自らの力で奇跡を起こせると信じる全ての者たちへ、それでは F ちゃん TV 始まります。F ちゃん TV 男ディエゴ・シメオネの奇跡、イエーイ、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあ今回はですね、サッカー中継の実況でおなじみの倉敷康夫さん、そして解説者として人気を集めている浜野純さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浜野さんは今回は初めて、そうですね、来ていただきました。初めましてで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お二人はね、それぞれの有名な組織のカンテラーの出身で AKB の育成からトップに上り詰めた女性とアトレチコマドリーのカンテラーに入って今解説者になった玉野さんと、はい、ね、今日はすごいツートップでどんな話が来てるのかな。今日はこのカンテラーのお二人と、ね、頂点にいるディエゴ・シメネのお話ですね。はい、はい、そうなんです。ありがとうございます。興味津々ですね。はい、AKB さんにとってのシメオネ監督、はい、敵存在な方はやっぱいらっしゃるわけですよね。そういうことになりますね。ですよね。確かにトップがいますね。はい、うちにもなんかいろいろ教えてほしいです。あ、もう全然、多分サッカーの戦術よりも AKB のその組織というかポジショニングの方が難しいと思うので。いや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 、それはないです。ご教授いただけたらなと思います。単純なので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。単純じゃないですよね。単純じゃないと思います。やっぱりだって持ち歌何曲ぐらいあるんですか。持ち歌 AKB の曲で AKB で AKB の持ち歌はステージに立つ以上はやっぱ体に入れとかなければいけないわけですよね。ですよね、はい、何曲ぐらい今レパートリーあるのですか。何曲あるんだろう。でも100は多分踊れると思うんですけど。どうします、100通りのシステム。絶対無理です、ね、まず100は踊れないです。すごいですよね。100個のだって歌詞も覚えなきゃいけないわけですよね。うん、そうですね。苦手な人いるじゃないですか。あ、います。どうすればいいんですか。僕も100回聞いても歌詞覚えられないんですよ。で、自分の歌詞で歌っちゃうんです。歌詞の話してるのか踊りの話してるのか。まあ歌詞ですね、今。歌詞の話ですね。でも割と意外とやっぱ覚えるもんです。間違っちゃったりも全然したことありますし。もう鬼のような訓練をしてるわけですか。レッスンはあります。でもそんなきついもんじゃないです。全然ラフに。うちのグループなりたいと思ったらやれます。体に入れるときはどうしたんですか。いや、ひたすら練習ですね。やっぱりインサイドキックだったら壁に。でもそんな2時間とか3時間じゃなくて、うん、何年もかけて一つのことをまあ覚えていくので。ダンスとか歌ってどうやって。いや、そう考えたらダンスの方が全然簡単だと思います。本当ですか。体に入れちゃえばもう踊れる。あと寝れば覚えます大体。で、そういうそのダンスのを教えてくれるレッスンコーチっていうのはやっぱいらっしゃるわけですよね。はい、その方どういう感じの方なんですか。先生も先生によって、例えば1時間で用意された振り、1時間の振り入れって用意された曲を、うん、めちゃめちゃなスピードで叩き込んで15分でやらせる先生もいるし、ゆったり教える先生もいるしみたいな、もう様々です。この先生の時は振りが難しいから嫌だとか。あ、あの小島さんはアトレチコマドリーを今、はい、とても応援してくださっていて、で玉野さんはアトレチコの、まあ、ユース出身の方なんですけども、はい、アトレチコもね今コーチとしてヘルマン・ブルゴスという人がいまして、はい、ちょっと紹介してください。まあ、とてもサッカーのコーチをやってるような風には見えないんですけども、見た目がすごく大きくてふくよか で、うん、でそんな彼も、まあ、昔キーパーをやっていて、昔ロック歌ってたんですよ。はい、ロックも歌ってるというロック歌手だったんですよ、ブルゴスって。この状態でってことですか。この状態じゃないです。いや、そうではなくて、もっとロン毛で
でそのゴールってこう檻みたいに見えるじゃないですか、うんうんうん、でその彼が歌ってる歌詞は俺は檻の中で叫ぶ野獣みたいな結構ベタな感じのゴールキーパーにそうですそうですかぶせたやつを歌ったんですね。そうです。歌ってたっていう人が、すごい経歴。そうかなりロックンローラーだったんですけど、今はもうまるで違った。あ、その後にこうなったって。そうなんです。そういう方が今コーチをなさっているという、うん。参謀と言われていて。参謀。シメオネ監督も全部そのブルゴスの意見をまず聞いて、うん、で噛み砕いてあの決定事項を下してるって言われるぐらいの参謀がいるんですね。うんうんうん右肩的な右肩的なだから AKB を支えているコーチがいるようにね、はい、アトレチコにもそういうコーチがベースはやっぱどの職業も一緒ですもんね。さすがもう今いくつですか。今年20歳になりました。この前あおめでとうございま す, います遅ればせながらおめでとうございます仕事のベースを分かってるっていうのが すごいですね。 AKB ってすごいです。ポテンシャルはい右も左も分からなかったです。僕は20歳の時僕も、はい、右しか分からなかったですね。分かってるだけすごいです悪い方しか分からなかったですけどすごい。いえいえ、はい、なるほどね、うん、いっぱいでは今日はお話よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はツートップの話とシメオネの話、はいはい、さあそしてですね倉敷さんは先週まで配信されておりました、はい、欧州サッカー遺跡市場シミュレーションのゲームに参加していただいて以来ということで、はい、そうですね。あれめちゃめちゃ盛り上がりましたね。面白かったんですよ。こうサッカーシミュレーション で,、はい、でその時にこう使ってる通貨がですね単位がマコという単位で、はい、500万マコ500万マコ人生ゲーム感覚で、うん、そうなんです。遺跡市場シミュレーション今鋭意権利交渉中ですね。はい、はい、ですね。はい、スタッフの方に伺ってますけど、はい、いや面白いゲームなんでぜひ田村さんもゲームっていうのは人生ゲームみたいな感じで。そう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 、このゲームじゃなくて。そうです。だから玉の順噛みついて3つ戻るとかそういう。へえ、そうじゃないですか見てないことが分かりました見てないですね。振り返って見てください。分かりました。配信をね、はい、お願いします。はい、なので前回はゲームでしたが今回はお話しということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは今回のテーマなんですが、先ほど冒頭でもお伝えした通り、うん、アトレティコマドリーのこちらディエゴ・シメオネ監督を特集したいと思います。実はですね、フットボールチャンネルを運営する出版社完全からこんなものが発売されます、うん、信念己に勝つという挑戦。お、そうなんです。こちらですね、ディエゴ・シメオネ監督の自叙伝が日本で発売されることになります。これね、ちらっと見ただけですけど興味津々ですね。僕ディエゴ・シメオネ監督大好きなんで、これは一気に読んでしまいそうな感じがしますね。すごいですよね。もう近くの書店に並んでおりますんで、はい、ぜひお願いしたい。ぜひよろしくお願いいたします。はい、販売方法いろいろあります。はい、はい、ネットもあります。はい、ありますよ。はい、ということでですね、今回この本の発売を記念しまして、うん、シメオネ監督のキャリアを振り返っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではシメオネさんについてなんですが、1970年に生まれて47歳のアルゼンチン人の監督です。この著書によりますと、立って歩くようになった頃にはすでにボールがそばにあったということで、私だってタマコロみたいなものだったかというシメオネジョークも飛び出します。あのシメオネ語録ってねちょっと有名になっていて、うんうんうん、はい、熱い言葉がいっぱいあるんですけど、ユーメ、ユーモアがあるのはちょっと知らなかったので。そうですね、意外楽しみですね、ええ、すごいつまんなそうなユーモアは言いそうですよねで笑わないと切れられるみたいな怖いですか。怖いイメージしかないので。目は怖いですからね、すごく笑顔です。意外なその真の姿っていうのが見られるわけですね、はい、この本の中でいっぱい詰まってますので。詰まってますね。さあそしてですね、すでに5歳の頃には人形を使って試合をシミュレーションして遊んでいたそうで、もうこの頃から監督としての資質を発揮していたみたいです。5歳5歳5歳だそうです。5歳何してました？5歳の時の小島さんはお人形を使ったら普通にお人形遊びでしたか、それともこうやっぱ芸能界な感じがすでにあったのか、どんな少女でしたか？5歳はもう全然です。ずっと多分菓子パン食べてたと思う。でも最近ですよね、まだ5歳。いやいやいや、もう15年前だいぶ前ですね。好きな菓子パンは何だったんですか？多分スティックのチョコチップパンとか、あ、ポケモンパンとか。すでにポケモンパンがあったんですか？ポケモンありました。そうですか。それシメオネがパパだったらボコボコにされてますよあ、いや、そんなことはなと思うけど、取り上げられたかもしれないです、怖いですから、うん、さらにですね、8歳の頃には、今度8歳だ、はい、
詰まるところボールがあるために私たちの心を掴んで離さないこの球技はボールのない競技なのである。ちょっと待ってちょっと待ってそれはないでしょ。8歳で私20歳ですが理解できてないので。8歳でそんな難しいことを。なかなかですよね。田村さん8歳の時どんなでした。僕でんぐり返ししてましたね。でんぐり返しジェフみたいに。もう何にも全く何も考えてなかったんで、ただひたすらでんぐり返しをする少年だった。はい、牧場にいるもう牛ですね。だって逃げようと思ったら牛はでんぐり返ししない。逃げようと思ったら彼ら逃げられるじゃないですか。もうその頃にはサッカーは始められていたんですか。まあでんぐり返ししてましたがね。え、蹴ってなかったの。どっちかっつったら家の中で車乗ってたりしましたね。おもちゃの F1 レーサーになるのかなって親はずっと思ってたらしくて。またサッカーは8歳って8歳は小学校3年2年か3年ですね。サッカーしてました。すいません。それくらい時間がかからないと思い出せない。思い出せない。してました小1からしてたので。全然してました。全然してましたね。つまり8歳が小学校2年だということが分からなかった。気づかなかったですね。もっと前の話かと思いました。保育園とか。なるほどね。はい、そういうレベルでした。はい、よかったです、はい、でも、うん、分かってよかったです。よかったね。はい、さあまたですね。12歳の頃には。あ、今度12歳。はい、12歳になりました。小 6？ はい、そうですね、小6です。今計算しました。あ、早いですね。はい、ボールボーイを務めた試合でまさかの退場処分を命じられてしまいます。うん、ありそうな感じだ。当時ですね、下部組織に所属していたベレス・サルスフィエルドのトップチームの試合でボールボーイを務めたんですが、うん、相手ゴールキーパーが前に出ている状態でスローインとなった際に素早くボールを拾って味方選手に渡したためと書いてあるんですが、うん、この頃から勝利への欲求が溢れ出てたんじゃないかという裏付けるエピソードですね、これは。なるほどね、ここから来てるんだ。まあでもこれは基本ですよね。基本です。うん、まあね、それに対して怒ったという事件もさっきありましたけれども、はい、ありましたけれども、ただそういうふうに教えられてるし、うん、その愛みたいなものがねあるんですよ。うんうんうん、あの特に彼はアルゼンチンの人で、あのアルゼンチンにはそのビーボっていう言葉、生きるとか、もうちょっと砕けて言うと賢く振る舞うっていう生き方があって、これがアルゼンチン人選手を語るときに欠かせない、うん、ビーボっていう単語を覚えておくとシメオネのことが多分よくわかる、ね、ビーボ、ビーボ、ね、ビビるっていう動詞の名詞形です、うん、ビーボ、ビーボ、うん、いいじゃん、ビーボマコで、ビーボマ、え、解明しますか。ああこのタイミングで、このタイミングで、このタイミングで、ビーボマコですって。ビーボマコ。印象には残りますけどね、めちゃめちゃ。でもね、このルーツが分かってよかったですね。なんかこうやって辿っていくんですよ、この番組ね。そうですね。見るだけでこう読まなくてもいい感じになってる。確かに。それまずいですね。もっと詳しく。今でもだってボールボーイの教育であったり、あの選定に対してもいいを唱えますし、こういう経験があるからなんですね。大事っていうのがよく身に染みて、経験から、うん、こうやってディエゴ・シメオネはできていくっていうね。いや面白い、はい、今何歳まで行ったんでしたっけ。12歳まで行った。続いては17歳の頃になります。はい、17歳の頃にはベレスのトップチームでデビューしまして、18歳にしてアルゼンチン代表でもデビューを果たしています。うん、選手としてもエリート街道まっしぐらといった感じだったんですね。倉敷、うん、さんは現役時代のシメオネさんについてはどのように見ていましたか。はい、代表ではね8番の選手でしたね。だからその中盤で走り回ってボールを拾ったりとか、まあ、あの攻撃的にそれをリンクさせるためにつなぐっていう仕事をしていたんだけど、うん、あのねうまかった。ボールを取るのが、そのつまり何ていうんですか、ガッチンってぶつかったりするのを最近はそのデュアルって言ったりとか、インテンシティとか、うん、いろんな言葉を使うんですけど、シメオネってこう荒っぽいちょっとイメージがあって、うんうんうん、バーンってぶつかったりすることも確かにはあるんですよ。でもそれはぶつからなければいけない時にはぶつかるけれども、そうじゃない時にはテクニックでボールをさらうんですよね。だそういううまさを持ってた。だインテンシティの正体っていうのは力強さとか迫力とか勢いだけではなくて、ボールをそこから奪い取るテクニックっていうことがインテンシティとかデュアル1対1っていう言葉の僕は正体だと思ってるんですね。そういう面でシメオネはうまかった。で彼はよくシュートを打つ選手でした。中盤から上がってきてもう
ここだと思えばシュートポンと打ってる選手です。例えばここのところにスペースがあって気になるっていうシチュエーションがあるとします。例えば AKB 歌歌ってます、あそこにいるはずの人がいない、うん、小島真子はどうしますか。ここのポジションにいるはずの人がいない、でもここカメラ映して大事なところで開いちゃってる、どうしましょう。これはでももうメンバーとのアイコンタクトでキュッと詰めるか自分がスッと入るかですね。ね、そういうところに詰めるスッと入るんですよ。ああ入れるんですね。そうなんですよ。アルゼンチン代表と AKB 一緒なんです確かにシステムなんか入れますもんね。そう、小島岡8番がスッと入るんですよ。いいんですかそんな、うんね、ビーボマコ入るんです。でもビーボマコ入る、はい、でもすごく分かりやすいです。なんかやっぱり そうやって入って、でシュートまで決める。だからあわよくばマイクも取って歌っちゃうみたいなセンター入っちゃいましたみたいな。確かに、うん、まあ、そういうことがシメオネはできる頭のいい選手でした、うん、すごい。確かにそのボールを奪った後、ガチャガチャってでどっかにルーズにボールがこぼれるんではなくて、必ず彼は次の選手も味方の選手も見つけてパスを出すイメージが、確かに今倉敷さんの話を聞いて蘇りました。必ずマイボールになるっていう頭の良さ。後ろにアルメイダいるな、あ横に、サネッティがいる、でその前にオルテガがあそこに走っていてバティいるんだったら俺行こうとかって、そういうこと考えた。確かにそんなやりながらそんな考えれないな。いやだから普段 AKB でやってることと一緒です。いやそれは違いますよ。でもセンターの子が脱水症状かなんかに倒れてる時に大丈夫とか言っといて、うん、2秒後には自分がセンターに立ってるみたいなそういうタイプの監督です、うん、でも大事ですよね。大事です、ね、作ってるんですからね、はい、そうですそれが生きるという人生なんだっていうことをシメネさんは言うんですよ、うんうんうん、それがここに書いてある。めちゃめちゃ言葉に重みありますしね。完全から発売中でございますよろしくお願いいたします、はい、ネットからでもはい、はい